はい、こんにちは、バスオタさんでございます、後半スタートしたいと思います、前半来ました富田林駅からスタートです。ちょうど近鉄電車が発車をするところですね。このパタパタがまだ残っております。いいですね、近鉄はね、結構残ってますよね。今回、橿原神宮前まで、まあ、前半と打って変わってちょっと、難しいんじゃないかなというところもありまして、ちょっと前半行ったかわかんないですけど、まあ、鉄道を一応一駅まあ万が一の時のために乗れるようにお助けカード、あとそれ以外にですね、空見てください。空なんかやばいですね。マンションは光ってるのにすんごい空黒いですね。いや、これはちょっと心配です。とりあえずね、前回あの金剛バスの一応路線図を見ながら作戦を立てたところで終わっているので、金剛バスの乗り場に行ってみたいと思います。いや、今回はなかなか難しいんじゃないかな。最後近鉄電車を前回予習を予習というか、まあ前回作戦を立てた通りですね、まずは富田林からこの東山というところに向かります。東山から岸行きのバスに乗り換えまして、阪南線というやつですね。で、岸行きまで行ってもいいんですが、この大志四つ辻かなっていうところで降りた方がもしかすると逃さずに神の大使に行ける可能性が高い。とりあえず神の大使まで出たいかなという感じですね。なので2本乗り継ぐ感じになります。で、前回あの動画であのこうやって撮ってる最中に東山駅来たって言ってるんですよ見直したら。なのでただ今回ね、平日ダイヤなんですよ。前回は土曜日ダイヤだったんですが、平日ダイヤなので、まあ、果たしてどうだろうというところなんですが、で、大体まあ12時半ぐらいに前回降りましたので、12時半になったら、スタートしたいと思います。はい、では12時半になりましたので、旅を再開したいと思います。先ほど銀行行くときにですね、ちょっと銀行にお金下ろしに行ったら見えてしまいました。こちら。東山駅同じ時間だったみたいですね。12時35分ということで、いや、これは運がいいですね。まあその5分で乗り継ぎと、こんなに本数多いわけです。ほぐる多いわけでもない、1時間に1本ぐらいなので、いや、これはありがたいですね。東山まで行って、まあ、あとは運よく岸行きに乗り継げるかというところになってきます。では東山駅に乗りたいと思います。お待たせいたしました。毎度金剛バスのご利用をありがとうございます。このバスは東山へ参ります。途中のバス停で降りのお客様はチャイムでお知らせください。進行中やむを得ず急停車する場合がございます。手すり、つり革をお持ちの上ご注意ください。次は高い筋でございます。そんなわけで東山に到着いたしました。目の前にバス停がありますね。かなちゃんバス、さっきのやつかな。どこに行くんだろう。カナンピア、カナン町役場書いてありますね。ネオポリス公園、カナン町ってどの辺だろう。今は、12時50分とりあえず13時9分、対向方面で、対向方面が先に、ちょっと方向を調べつつ、他のバス停も調べたいと思います。その、本命は一応岸行き
だったので、あれが大阪芸大ですかね。あったありました。そう芸大前、12時50分で、木行きが平日13時2分、13時2分なんであと12分待てば来ます。じゃあこっちの方がいいかな。よかった。なんかさっき前にバスがいて気になってたんですが、大阪芸大の送迎バスみたいですね。大阪芸大ってなんかアニメに出てきたんですよね。何年か前に見た、なんだっけ、僕たちの、僕たちの失敗は違う、森田童子さんじゃなくて、僕たちのリメイクかな、はい、アニメでね、そう見たことありますね。大阪芸大の方はここだから金剛バス利用してるわけなんでね、ちょっとやっぱ廃止されると困ってしまいますね。はい、あと2分ぐらいなんですが、雨が降ってきてしまいました。傘は持ってきていません。どうしようかな。その岸行きが来るんですけど、岸駅まで行っちゃった方が安全かな。その大使四つ辻っていうその手前のバス停で、まあ、降りてその上の大使駅待とうと思ったんですけど、でもまあちょっとね、空模様からしてももうね10月なんでゲリラ雷雨とかはないと思いたいんですが、ちょっとどうなんでしょうか。はい、あ、いや、大使おつつじのねバス停に屋根があればいいんですけど、いや浮かびましたけど、まあ言いませんよね。木久扇師匠だったらね、やーねーって言うでしょうけど、僕はやめときます。はい、ちょっとまあもうすぐ来ると思いますんで、あれですね。僕たちのリメイク、あ、すごいラッピングバスが走ってるんですね。すごい、ちょうど下校時間なんでしょうか。ずらっと4台ぐらい、芸術って感じだ。そういうラッピングされたバスがいろいろ来てますが、ちょっと行きは遅れてるみたいでまだ来ません。私はですね、そこのウェルシアに行ってですね、こちらが半額だったので、セイコーマート総選挙の日じゃないんですよ今日はね。あれでもまあ買ってしまいましたということで、あ、ちょっと岸行きちょっと早く来ないかな。あ、よかった、3分遅れぐらいで岸駅前行きがやってまいりました。よかった。じゃあこちらに乗って、大使おつつじに向かいたいと思います。雨も止んできましたね。はい、ありがとうございます。一人いるんですけどね、こっちはまだこんな感じなんですけど、大使おつつじに到着いたしました。ここは岸行きのバス停で、多分向こう側が富野大使方面のバス停なのかな。ちょっととりあえず何時にあるかどうか、場合によってはね、ちょっと富野大使行きってどんぐらい本数あるのかっていうのが全然わからないんで、まあ、場合によっては結構待つかもしれません。はい、向こう側に渡ってまいりました。大使おつつじ春日経由上野大使行き、今13時13分、お、13時21分、おお、いいじゃないですか。あ、すごいね。あ、1時間に1本のバスを、そうですね、他は多分違いますもんね。あ、さっきの飛鳥博物館行きがある。おー、あ、いいですね。13時21分、いや、すごい、結構かなりいい感じに乗り継げてるんじゃないですかね。ちょっと前半に続き、ちょっと後半も調子がいいかもしれません。上野大使からはちょっとまあ地図見てた感じだと山を越えなきゃいけない感じなんで、
ちょっとどうなるか分かんないですね。その大使町でなんかバスが、コミュニティバスとかが出てればいいんですが、金剛バスは多分ここも、まあ、これが次が最後の1本になりそうですね。あ、来たみたいです。帝国通りです。神の大使、あ、よかった、駅前って書いてある。そうそう、駅前のかなっての、ちょっと駅前、ちゃんと駅まで行くようです。じゃあ神の大使、ちょっと金剛バス、これが最後の1本になりそうです。じゃあ乗ります。神の大使駅前に到着いたしました。金剛バスありがとうございました。お疲れ様でございました。他の、住民の皆さんにね、別のその代わりになる交通機関ができますことをお祈りいたしました。はい、それで、バスの方は、先ほどですね、大使町役場を通ったので大使町役場がありまして、その先に、道の駅があるんですよね。ただこの道の駅から先はもう本当に山です。二条山っていうのを越えなきゃいけないんで、この二条山を越えるバスがあればいいんですが、さっきねコミュニティバスとすれ違ったんで、コミュニティバスとかはあるかもしれないんですけど、ちょっとね様子見たいと思いますね。やっぱちょっと二条山を越える方法はなさそうじゃないかな。なので、ここで鉄道カードを使うしかないかな。まあもここがどうあがいてもやっぱ関門ですからね。1駅越えるととりあえずなんとか道は開けると思うんですけど、そう、大使町全部ね、そうそうそう、ここは大使町役場で、そう、多分ここ道の駅、道の駅から多分山を越えないともう先には進めないんじゃないか。多分でこの柏の方に行くバスも、まあそもそもバス停がないですもんね。このバス停の模様が、バス停が書いてあるのがもう大使町役場ぐらいまでしかないですね。そうですね。ちょっともうちょっと、もうちょっと後半に撮っておきたかった気もするんですが、じゃあここで、切り札を使いたいと思います。はい、そんなわけで、みかん狩りでおなじみ神の大使から、一駅だけ鉄道に乗りたいと思います。二条山までですね。では乗っていきたいと思います。はい、二条山駅に到着いたしました。結構ありましたね。いや、これはちょっと徒歩で越えるのは大変だったと思います。よかった。さあ、でもここから先はもう完全にバスだけで行かねばなりません。では駅前を見ていきたいと思います。はい、二条山の駅前広場にやってまいりましたが、送迎バスだけですね。病院の送迎バス、この送迎バスにもし乗れればね、JR 柏駅の方まで行けるそうなんですが、それ以外はありません。あっちもないですね。はい、というわけで、ただまあ方向的にはそうですね、やっぱり柏駅の方に向かう感じになりますかね。地図で見たら市役所があるんで、まあ、市役所とかに行けば、なんかあるかもしれないとか、
そんな感じで、はい、ではとりあえずじゃあ、柏駅市役所方面まで、歩き決定です。まあ、とりあえずはここまでは前半も含めてほとんど歩いておりませんので、まあ、むしろラッキーだったぐらいかなという感じで、あ、つとか書いてある。あ、柏原まで13キロ、まあ、まあ高田、そうですね、高田を目指したいですね。とりあえずは、まあ、高田の前に多分五移動があると思うんですけど、まあ、五移動と、あ、なんかあるね、出動の消防団の、あ、バス停がある、バス停がある、バス停がある。ちょっと待って、信号渡ろうじゃ。はい、バス停発見しました。二条小学校前、そうですね、ここ小学校ですね。なんか何かやってる音が聞こえます。で、バスは、あ、柏市役所行きは少な1日4本。あ、でも今ね14時5分だから、あ、すげえ、あと8分で1日4本のバスが、あ、すげえ、これは嬉しい。あ、これいいですね。とりあえず近鉄関屋、反対側近鉄関屋、関屋ってのは何だっけ。柏市役所は多分ここより東だと思います。ちょっと待ってとりあえず、まあでもせっかく来るんだったら、まあ、これは乗っちゃった方がいいですよね。まああと3つぐらいだけど、いや、これまあ1日4本ももちろんなんですけど、結構危なかったですね。見るね、運休日があって、木曜日は運休だって、火曜日危な、祝日も休み。あ、まあまあでもこれはまあよっぽど年末年始ね。うん、あ、よかったよかった。これあれなのかな、小学校前だから、この マスコットのキャラクターはこの小学校のあれを茶色のランドセルって昭和でも黒と赤でしたもんね、茶色のランドセル、なんか体育祭の練習かな、そのおそらく小学校ね、あのまだ10月、もう10月なんですけど、ちょっとね熱中症に気をつけなきゃいけない感じもするんで、あの皆さんね気をつけて練習していただきたいと思うんですけど、ね、やっぱこう今2時過ぎぐらいじゃないですか。やっぱ小学校の頃の2時って、まあ、あの時間割で言ったら5時間目とかじゃないですか。すげえもう遅くに感じましたよね。なんかあの大人の感覚で言うもうなんか25時ぐらいの感じしましたね。6時間目なんてだってね、もう3時とか過ぎるわけですから、もう超遅、もうなんか本当深夜3時過ぎぐらいの感覚でいたなっていうのをちょっと思い出しましたね。来ました来ました、これみたいです。ワゴン車だ、乗ります。そんなわけで到着いたしました。今日初のワゴン車、気をつけてねって書いてあ、それかわいいなんてゆるキャラなんだろう。そう、こんなね一日乗車券まで買ってしまいまして、これからここから乗り継ぐかどうかもわかんないのに、今200円だったんで、裏がねこんな感じで説明とかね、あの最後にあのお礼が書いてあるっていう、いつもコミュニティバスをご利用いただきありがとうございます。なんかいいなと思って、はい。そんなわけで、柏市役所までやってまいりましたので、ここから先は、多分そこにありますね、コミュニティバス乗り場。乗り継ぎがあればいいんですけど、まあそろそろね奈良バスが奈良県入りましたんで、あの
C カっていう IC カードでおなじみのナラバスが出てくるかなと思うんで、ちょっとそれにも期待したいですね。今ね、もう一本来たんですけど、あれがね、マミガオカルートって書いてあります。マミガオカっていうのは、五移動の駅の、北側に広がる、ニュータウンです。なんで、だいぶいいですね。ちょっと今、慌てて時刻表を見たんですが、まだかな？だいぶまだだ。マミガオカ行きはもう、相当後だ。16時14分まで、ないです。他の方が、これがあれだ、マミガオカルートだから、もうこれ配送になっちゃうってことなのかな。あれ、え、慣れる、マミガオカ行き13時40分が遅れ、どういうことですか。あ、いや、行っちゃった。ええ、どういうこと。だって13時41分でしょ。あ、違うやつか。あ、多分下だ、多分総合福祉センター止まりってやつじゃないかな。14時25分。ああ、びっくりした。そうだよね。だって16時までないもんね。ちょっと吟味しますね。これちょっと情報が多い。はい、こちらが柏市コミュニティバス。珍しいですね。なんか相性がないのも珍しいですが、今、地図見てますけど、相当いいですね。東に行くバスもあります。で、一番いいのはこのやっぱマミガオカルートで、そうするともう五移動は行けますね。この河原口西っていうバス停で降りて、なんならもうちょっと先まで行けますね。別所東とか。ただ、先ほども言ったとおりマミガオカ行きはもう次16時14分、あと2時間弱ありませんということなんで、だとするとこの蒲田ルートっていうのが14時51分、あと30分ぐらいで、来ます。で、この蒲田ルートも悪くないんですよね。JR 五移動駅まで行くんで、これは JR 五移動まで行ってから、まあ、近鉄五移動、多分近鉄の五移動の駅の方が大きいと思うんで、まあ、って行っちゃうのがいいのかなっていうのはちょっと思いましたね。そうですね、運休でもないし。じゃあ、14時、51分の蒲田ルートで、JR 五移動駅に向かいたいと思います。あ、さっきと違う。市役所だからなんか書類を出そうとしてる。すごいな、これ全バス停違うのかな、このキャラクターの、この動作が。来ました。蒲田ルートです。よし、じゃあこれ乗りましょう。JR 五移動駅まで乗ります。JR 五移動駅に到着いたしました。こちら JR 五移動駅ですね。はい、バス停はこれ以外は見当たらないですね。あ、また違う。あ、なんかバスの運転手のやつですね。これ結構、これみんな違うんですかね。これなんか全然全然普通のバス停もありましたけど、これ全部なんかそれにちなんだあれだったりするんですかね。中村とかどうするんですかね。中村っぽい歌詞がいたりするんですかね。ではですね、近鉄の五移動駅が多分大きいと思うので、近鉄五移動駅に移動したいと思います。近鉄五移動駅に向かって歩いております。結構ありますね。ただ天気の方は心配なくなってきたみたいで、まあただちょっと暑いですけどね。10月なんですけど結構暑い。近鉄五移動まで行けば多分、奈良交通のバスが結構走ってると思うので、そうですね、まあやっぱ高田の方に向かって抜けたいなという。高田まで来れば、まあ、あとは大和八木とかあっちの方に行けばもうゴールっていう感じだと思いますんで、なんとか暗くなる前にゴールできたらいいんですけどね。はい、近鉄五移動駅が見えてきました。とりあえずこれでなんとか、まあ、多分反対側ですかね、バス乗り場はね。はい、じゃあバス乗り場の方に行ってみたいと思います。
おお、います、います。奈良交通のバスがいます。そして、立派なバスターミナルもありますということで、いや、これはちょっと期待できそうな感じですね。調べてみたいと思います。ここも結構待ってますね。はい、こちらはホールマミじゃない、西マミ、マミが丘ダウンの方に行くバスっぽいですね。で、あ、5番4番乗り場マミ南、マミが丘、あれ全部、あ、うまみって読むんだこれ。馬は馬に見るはうまみだ。うまみと、まみが丘に行くバス、あ、これは王子行き、王子だとちょっと方向が違いますね。北になっちゃう、東に行きたいんですけど、あ、あれ、あれ、これで全部、いや、そんな、ちょっと待って、まだ 4番5番もでもうまみ方面ですよね。ちょっと待って、方角的にだとすると、ちょっとでも東に行くバスがいいんですけど、本当に浪ヶ丘センターに行けばなんとかなるかな。これで全部、ちょっと待って、コミュニティバスとか。はい、結論から申しまして、ありません。ありません。一応、奈良交通の、案内所で、ちょっと路線図を確認したんですけど、一番東に行くバスで、うまみ南2丁目行きっていうのが、この後5分後ぐらい、15時44分に、出るってあるんですが、まあ、そこから先は全くわからないですね。まあ、そのちょっと北に行っちゃうっていうのがあって、で、その前に調べてたのがあるんですけど、ここから、まあ、とにかく東、まあ、大和高田の方に行きたいんで、調べると、高陵町でいいのかな、高陵町、高陵町、高陵町ってあるんですけど、その高陵町っていうのは地図で見ると、まさにその浪ヶ丘ニュータウンの、まあ、東側とか、あとはその築山駅、五井戸の次ですね、築山駅まで来てるというのがあります。あともう一つは、その大和高田市、高田市も、築山駅の辺りはもう、大和高田市なんですね。なので、この高陵町のコミュニティバスか、大和高田市のコミュニティバスを、もしあるんならば拾いたいと。で、拾うんであれば、とりあえず築山駅に目指して線路沿いを進むのがいいんじゃないかなというふうに一応考えました。最悪、まあ、コミュニティバスが高陵町も、高田市も両方なかったとしても、まあ、最悪、まあ、大和高田駅まで、まあ、2駅歩けばいいって。だからちょっと方向がそのずれてしまってバスがなくなるっていうのが、まあ、一番怖いんで、とにかく、まあ、ギリギリまで、まあ、その高田方面に近づきつつ、もしこの道路沿いにバスの停留所とかがあれば、行きたいなという感じになっております。幸いこの通り人通りもあるので、なんかあるんじゃないかなと、ちょっと期待をして築山駅方向に歩きたいと思います。いいですよねこれ。パソコンの
店、パソコンショップ、なんか上どころのロゴの感じとか、なんかいいですね、パソコンのなんだろう、なんかこうなんかときめいてた時代Windows95 とかかな、98なのかな、なんか昔うちの近所もポンプマートっていうお店があって、わーこれいいなー、あのロゴですよパソコン、いやいいですな。マミガオカ食堂街って書いてありますね。ここマミガオカ、マミガオカの方にはなんか行ってないと思うんですけど、ちょっと道路が、歩道があんまりない、早くバス停見つけないと。あ、よかった、危ない道をくぐり抜けてですね、ようやく大和高田市その市境が来ました。どうやって入ろうかな、大和高田市、ブギブギ専務のテレ東のバス旅じゃないんかいって話なんですけどね、はい、とりあえず大和高田市に入りました。今のところコミュニティバスとかが来てる気配はありません。とりあえず歩道が広いゾーンに出て一安心。なんかこの感じ、地元の小田急線の百合ヶ丘のあたりのあの道路を思い出すんですけど、あの線路の方が、まあ、低い、道路の方がちょっと一段上っていう誰に伝わるのか分かんないですけど、とりあえず道路は広くなりましたが、コミュニティバスとかはまだなさそうって感じですね。 なんかあるセブンの前に書いてあるぞ、上大谷、上大谷、コミュニティバスって書いてある、大和高田市、やった、いいね、読みが当たってくれたかな。はい、希望号だってあ、まさに希望だわ。うわ、1日3本しかない、うわ、2時20分終わったか、今15時56分、今どこだ、あ、上大谷、こっち終わって、これはあ、近鉄高田駅行くやつだ、17時6分今だから、あと1時間、1時間10もっとか、1時間以上あるけど、とりあえず行きそうだね。リアル高田市、これと近鉄高田、うん、いや、いいですね、これ。とりあえず、あとは、ちゃんと運休じゃないよね。第1、第3月曜、あっ、な、大丈夫、火曜日だから、あ、ちょっと、昨日祝日で休み、あ、大丈夫、昨日運休してるから大丈夫、今日は運休してる。5時6分。そうですか。どうしよう。5時6分まで、ここで1時間以上待つべきかどうかっていうことですよね。どうしよう。まあ、ただこのバス停の見失っちゃっても嫌ですしね。この先進んでこのバスのルートから外れちゃっても困るし。どうしよう。結局先歩いちゃってます。まあとりあえずね、そのもう月山駅が見えたんで、まあ、月山駅までは行ってみようかな。たださっきのコミュニティバスに月山駅っていうバス停はなかったんで、もうさっきのバス停のなけなしのルートから外れちゃった可能性はありますね。うわー、失敗したかな。でもちょっとね、1時間以上待つっていうのはなんかお花屋さんとかでもあればよかったんだけど、月山駅に着いたんですけど、なんかそもそもこっち側にそもそも出口すらない。あとなんかすごい、あの
読売ランド前とか生田とかあの辺の感じすごい似てるんですけど、バス停もないですね全然ね。なんとかまた歩道がちょっとマシなゾーンが現れてくれましたが、バス停は消えました。あ、書いてありますね、桜井柏原方面165号線。いやさっきのバス停で待ってりゃよかったな。そうまさにね、それこそこのガストとかあれば 1時間待てたんですけどね。いや参った。ちょっとこの感じで、まあもう一駅歩くのはいいんですけど、ちょっと歩道がまたなんかなくなりそうで、やばいです。線路から道路が離れていきます。どうしよう、なんか迂回すんのかな。また歩道なくなるし、ここで。いや、まいったな。はい、ちょっと開けてきましたね。すと伊賀が見えます。伊賀まであと61キロ、業務スーパーと、悪ちょっと待って、何あるよ。多分築山だ。築山って書いてある。しかも奈良交通のバス停っぽいな、あれ。だからコミュニティバスじゃないかも。さっきのと違うかも。あ、いや、さっきのもいる。希望号もいる。よし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 。16時10分。今どこ行くの？あ、そう、次近鉄高田駅だって。16時22分、いってなんだ、伊賀神戸じゃねえ、あ、イオンモール柏原、あ、柏原だって。柏原もう入る。こっちは、あ、さっきと同じか。16時47、あ、逆だこれ。あ、もうこっちは行っちゃって終わってる。終わってます。イオンモール柏原、バス待機、大和高田、あ、ここだ。大和高田よりも先だ。あ、しかも、あ、柏原神宮前までバスがつながってる。あるね、イオンモール柏原からだ。あとは本数次第か。まあ、平日だし。でもまあとりあえず大和八木に迂回して柏原神宮前でも行けそうだし、連携させたとしてもさ、いや、いいな。よしよしよし、とりあえず行けそうだ。行けそうです。歩いた甲斐がありました。来ました、イオンモール柏原行きです。ということで今、16時、54分、最終の1本前17時10分柏原神宮前行きということで、ゴールが確定しました。あー、よかった。もうずっとどこまで歩くのかと思っちゃったよ。よかった。いや、さっきのバスで途中高速みたいなの乗ったりしたからちょっとだいぶびっくりしたんだけど、あ、やり直しかなと思ったんだけど、いや、そんなこともなく、よかったよかった。はい、じゃあ、あとはラスト1本
待つのみですね。はい、じゃあ、いよいよ次はラストになります。はぁ、来てますね。こちらが橿原神宮前行き、ちっちゃいバス。あ、でも結構人が待ってるみたいですね。これが最後の一本になります。いやー、4モール、奈良の4モールなんですけど、その前うちが住んでた近所 の、 お肉屋さんがテナントで入ってて、いやびっくりした。慌てて相方にお土産の唐揚げを買いましたけどね。はい、では乗っていきたいと思います。最後の一本です。空がまだ明るいうちにゴールっていうのは、長距離旅の中では初めてかもしれません。ああ、よかったよかった。まあ、大和ヤギカまでの、ね、バスはイオンからたくさん夜遅くまで出てたんで、まあ、もうちょっと遅くてもゴールできたのかなとは思うんですけど、いやー、よかったよかった。温泉三宮とかですね、あと園田から大阪とかですね、結構この辺のバスが廃止になりまして、運転手さん不足ということで、ね、そういうことも、まあ、今年はねちょっとそういう、まあ、今回の金剛バスも、ちょっとねなくなってしまうということで、まあ、そんな複雑な気持ちもありながら、旅をさせていただきました。でもね、全然無事にゴールできて、よかったです。朝早くね始めたからっていうのもあるとは思うんですけど。